来たぞみんな待ちに待ったビッグラン、ちょっと20分遅れでお送りするぜ。風呂入って洗い物もしてたらこんな時間になっちゃって、マスタードダッシュとはねいかないんですけど、このクマさん150個以上でもらえるみたいなので、まずここのボーダーは超えていきたいなって思います。はい。で、今回全員のノルマ、金いくらの合計がノルマを超えたら鱗をもらえるみたいなんですけど、さあノルマの発表を見ていきましょう。この桁わかりますか？初めて見る方は。まあもう情報ね、持ってる。あ、って書いてあるやんけ。7億やって！ 7 億って言ったら、まあうまい棒が、どんくらい買えんの？ 70万個ぐらい？合ってる？違うね。700万個だね。買えるみたいですね。うまい棒って今10円なのかな？うわ、7億えぐいな。全世界中のスプラプレイヤーがやるって言ったら7億って言うと普通、低いのかな？やらない人もいるだろうしね。うわお。フェスのステージが侵されている。この色で侵されているなんて。さあ、クマさん紹介いってきましょう。暑いね。朝から。朝から。ああ、警報鳴ってる。よく来てくれたね。待っていたよ。ビッグラの求人広告を見て来てくれたのかな？人手が足りなかったらね。とても助かるよ。君も知っての通り、今は鮭たちがグランドフェスティバルの会場に押し寄せている。そう、グランドフェスティバルの会場に来るみたいなので、新しいステージとして見れるんですよ。あ、メーターある！え、もうこれ、動いてんのこれ。1、10、100、1000、まあ、70、7億個が。上は ?1、10、100、1000、万、10万、100万、800万個あるよ、もう。ねえ。いけんじゃない？俺が始めるときにはもう20分で800万でしょ？余裕じゃね？やろうぜ、みんな頑張ろうぜ。ビッグラン、グランドバンカラアリーナへ。レッツゴーレッツゴー。すごい、ここに出てるもん。ほら、いつもない掲示板が。え、こういうのなんか、毎回のさ、サーモランで出してほしいんだけど、面白い。ま、でもビッグランだけだろうな。まあ、そりゃそうやな。ビッグラン、メインだもんな。ああ、やってまいりました。バンカラフェスティバルの会場へ。鮭が押し寄せてきてるっぽいんですけど、これがスプラトゥーン縄張りバトルの会場になるんですかね。半分の形がこれになってるんですかね。ああ、見て！あ、みんなクマさん武器だけど、これ、これだぞ、遅れるやつだぞ、これ。どうやって使うんだろう。え、どうやって使うんだろうね。あ、地下もいけるよ。さあ、いっぱい頑張って入れていこうか。武器は微妙なんですけど、俺の武器だけ。左入れたよー。これさ、使いたいんだけどさ。1個持ってって、そっちで使っていいかな。持たせてくれない。わかりました。こっちで使うよ。こっち使っていい？はい。いくよ、ボタン。あ、直接入る。なにこれ、めっちゃ楽じゃん。めっちゃ楽じゃん。え、しかも金鮭来たけど、金鮭来ましたけど、もう7億個集めろっていうようなもんじゃないですかこれ。え、乾燥頑張ろう。入れろ入れろ、みんな楽勝だね、今回のこのノルマ入れんの。ただめちゃくちゃさらに入れないといけないんですよ、きっと。わ、これみんななんか競ってそうだな、カズ。サーモンめっちゃガチでやってる人はカズ競ってそうじゃない？何個入れたみたいな、ツイッターに書くやつや。俺3個入れたとかでいいや。何してたのって言われるやけど。もう50、普通にやってて50いくってなかなか。でもステージもやりやすくない？ここの桟橋はちょっと危ないと思うんで、狭くてそこだけね、怖いけど。花火上がる、これか。え、楽しい。花火上がる、見て、ほら。ほら。お祭りじゃん。鮭のお祭りだぞ、ビッグランなんて、もう今は。イェーイ。めっちゃ入るじゃん。なんで全処理してこれでしょ。そうだよね。全部処理してこれでしょ。しかも寄せなくていいでしょ、今回。楽しいね。満潮、干潮の概念ってないんですかね。あとグリルとか。わからんな、今回の。
みんなクマさん武器だしね。クマさん武器じゃなくてもいいぐらいのレベルよこれ。はい、入れてください。なんでさ、なんでどうなっちゃってたの今。いいとこ入ってるよこれ。入ってる。あ、近くにあれさっき直接入ったらたまたまもしかして。絶対直接入ると思っちゃうじゃん初めてそれ見ちゃうと。あ、これ館長だ。降りれるもん。さっき降りれなかったとこ降りれるもん。なるほど。で、金鮭出てくるの熱いな。お、熱いな、金鮭出てくる。あ、呼んできたよー。ダメだ、俺が運悪いわ。俺やると運悪いわ。あ、これね、倒すんだけど、これ倒すんだけどね、上のね、彼らを先に倒さないと、きつそうなので、はいよ、はいよ、24個いったので、こっからは7億個のために頑張る、俺は。7億。あの、とんでもない数字だな。一生遊んで暮らせる額だもん。お金に換算すると一生スプラトゥーンやってて不自由ない額だ。一生スプラトゥーンやってた。よしよし、向こうから来てくれたよ。ちょっと遠いか、ちょっと遠くで、遠くだけど、オッケーオッケーオッケー。さっきより少ないけど100は超えましたね。1チーム100超えることほぼ確実じゃんって考えると、あれもさ、4人で1チームなのか。なるほどね。まあ頑張ろうね、みんな。今日ね、外出する予定があるから、まあ、運動なんですけど、草野球。部活でもない、なんでもない、ただただただの、本当に、本当にただのよ。おめえ、本当にただのさ、外出野球だからさ、特にさ、よいしょ、これないんですけどね。なんか、楽しい予定とか、まあ、野球楽しいけど、まあ、お出かけするので、お出かけして帰ってきた後に、どうなるかね。ちょっと待って、普通に来たけど、黄色のさ、球投げてた。え、なにこれ、なんでこんなとこにあんの。罠じゃん。色違いじゃん。逆にいつものが色違いみたいな。フローラやたまには打ってってあげよう。近くだけどな。はい、頑張れ頑張れ頑張れ。まあ何様でも打ってよ、こう。はいよ、すごいとこまで来た。すごいとこまで来たよ。これでダブルで倒して、倒してくれた。はい、まあ、上の入れつつだな。ああ、もう届かない、これ。しょうがない。これの武器だ。しょうがない。あ、みんな入れて入れて。カビゴンがやられてる。なんで身落ちしてる。入れて入れて、みんな。ほら。ほら。ほら、危ない危ない、俺もやられる。あ、入れて入れて。これ、マジで確実に入るんじゃないこれ。どうなんだろう。入りやすいのかな。まだ、わかんないですね。楽しいグランドフェスティバルの会場。ここ早く戦いしてみたいですね。あ、でもここ戦いしてないのかな。あ、172とって。あれ、150で置物じゃなかったっけ。え、もう置物これ。え、ちょっと待って。え、早くねもらえるの。え、しかもさ、普通の色の置物って確かさ、なんか、あれよね。普通の色のやつ、確かね、報酬、新しい報酬であるんですよね。これ。ここでね、報酬もらえるんですよね。あの、クマさんの。だから多分それと被らないように、多分同色はない、普通のクマさんの色はないんだけど、金色と銀色と多分なんかピンク色だった気がする、なんか。なんか、そっち欲しいな。無理だな、でも。100超えちゃったから、金だな、これ。逆にそれ持ってる方がレアなんじゃない?レアなまであるぞ。いないんじゃない?
それ狙いたいな。頑張りましょう。頑張る頑張る。よし。あ、なんか来た。なんか来たぞ。あれ、なんかクマさん、え、クマさんのこれ撃つの速くなってる。なんこれ、なんこれ、めっちゃ速い。カモンしてる。強い強いね、やっぱこの武器は。発射。あ、直接入った、やば。来るぞ来るぞ、これ。あ、倒したよ。あ、倒したよ。あっちも味方に任した、俺そっちやっちまうか。あ、味方に入れといてもらって、俺は倒しといてあげよう、この武器強いから。もう俺がいないとダメだね、みんな。来たら来たら喜ぶでしょ。うれ倒したよ。はい、持っていくな。これもしっかり時間差をつけて、はい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 、完璧。時間差つけると多分、そしてここ登れるとね、結構仕事がしやすい、やりやすい。なんかめっちゃ集まってきてる、ヨロピク。うわ、乗ってきた。危ない、倒した。猫ちゃんが喧嘩し始めてた。あまりにもビッグランが簡単すぎて、猫ちゃん暇すぎて、よいしょ。あ、リアル猫ちゃんね、うちに飼ってるリアルな猫ちゃん暴れ始めました。最近カーテンの分子、最近はずっとか、俺の猫筋肉ムキムキだから。誰に似たんだか、本当に。親に似たのか。え、シェルターか。うわ、なんて簡単な、もうみんなカンスト、初めてのカンストもできちゃうんじゃないかってぐらいぬるさだ、楽しさ。ぬるいってことは楽しい、切羽詰まらない。いくぜ、ぬるぜ。はいはい。あー、向こうから来てるね。次でいいか、次でいいや。俺濡れる人なんで、はい、一人で濡れちゃうんですよ、この時。あ、僕が倒しちゃいました、これ。失礼いたしまして。はい、ナイスです。ぬるめぶりね。めぶりか。だから、処理が楽だな。まだ、危険度が低いだろうな。高くなってからがまた楽しみなとこあるよ。そこまでちょっと頑張ってやっていこう。とりあえず、物の面白さを見るためにこういろいろやってみて、何がいけ足りないのかとか、何か欲しいものあるか。どのクマさん武器が今回強いのか、あんま変わんない。やられてる、死んじゃうときつくなる、それが今確認された。ちょっとなんか数がさっきよりやりづらくなる。いいぞ、わかる。危ね、危ね、危ね、危ね。やりづらさあるよね、あの処理部隊が死んでいる。なんとか耐えることしかできない、この武器は。あ、はい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 。もうやんちゃだね、みんな。どうしよう。ああ、納得したわよ、武器見て納得したわ。ジムワイパーが3人分、俺以外か、射程が短かったみたいな。あー、これ大好き、これ大好き。もうやっちゃおう。あ、何これ、うわ最悪だ。だって楽しい時にさ、運び専門のことをさ、運び屋でやらなきゃいけないの俺は。こんなんさ、なあ、意地悪、任天堂のこれ、ほら。うわー、短しちゃって。な、ジャージャーが楽しいだけじゃん、こんなん。いいな。あー、持ってかれてる、持ってかれてる。みんな攻撃するんじゃー。オッケー、一旦ここにあるの全部壊しちゃって、
もう内様投げるより自分で突った方が強い。危ねえ。自分で突った方が強いけど、強いまであるけど、これはもうしょうがない。これもしょうがないね。あ、こっちに入れる。早い。飛んできましたー。あ、遠くからやるとやっぱ直接入らないかもしれない。近くから打ったら入るとき割と入るんだよ。え、たまたま？あ、入らないんだ。入らないんだね。あ、ナイスもナイス、ナイスもナイスっていうか、それナイスよ、みんな。まあ、入れてこう、入れてこう。いつもより多く入れちまうぜ。はい。はい、OK。すごい、この橋をさ、ジグザグに渡れる。楽しい楽しい、危ない危ない危ない。あの橋ジグザグに渡るのめっちゃ楽しい。ナイスプレー、ナイス、マジでナイス。167ハイスコアいかなかったけども頑張れたんじゃないでしょうか。まあ、ベブニの方がねちょっと苦戦したんですけど、やっぱ武器によって苦戦する可能性もあるのかなてな感じですね。またちょっとちょこ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 動画にしていきたいと思います。ってことでちょっと洗い物も終わったんですけど、まだやらない、掃除洗濯。なんで俺は主婦みたいなことしてるんだ。じゃあ一旦終わります。ありがとうございました。